こんにちは、佐々木です。本日はメルカリ、注文された商品を発送したら、購入者が返品したいと怒鳴ってきました。購入者の商品購入ミスでも返金する義務はありますか？というテーマについてお伝えします。それでは早速いってみましょう。この動画ですね、こちらタイトル通りですね、返金する義務があるかどうかっていうことなんですよね。ぜひ紹介させていただきます。まずですね、メルカリの場合なんですけど、相手が、商品購入ミスをして、メルカリ事務局に連絡しましてから、商品を強制的に返品してきます。そうしますと、事務局が強制的に返金しますので、こちらのね、出品者が対応することができない場合が高いです。で、次なんですね、その他ってなってくるんですけど、例えばですね、ヤフーショッピングとかになってきますと、ちゃんと、商品を、記載しているにもかかわらず、商品購入ミスする方非常に多いんですよ。で、この場合どうなるかって話になってくるんですよね。ヤフーショッピングに限らず、ヤフオクでもね、ヤフオクストアでも、アマゾンなんでもいいんですけど、その場合基本的に私の場合はですね、返金しないですね。それはなぜかと言いますと、購入者の方が、ちゃんとしたね、記載にもかかわらず、間違えて購入しても一切返金しないです。で、これはですね、罪とかね、裁判とかそういったふうになるかってことなんですけど、一切ならないんですよ、それが。ヤフーショッピングに関して言ってしまいますと、担当者の方がつきますので、担当者の方に、この商品大丈夫ですかってことをね、連絡というかね、相談します。で、OK が出ますと、問題ないんですよ。なので、法律的というかね、そのショッピング内では、全然 OK な商品なんで、問題ではないです。なので、ぜひね、他のね、ポータルサイトともいろいろあると思うんですよね。なのでその際はですね、担当者の方がいたら相談するのと、基本的に返金した方がいいかと思います。あとはですね、売上の問題等になってきますので、ぜひね、お金を稼ぎたい方はぜひね、返金等で、ね、返金してしまうとこっちは弱くなってしまいます。ぜひね、極力しないように、転売していただけばいいかと思います。LINE 登録お願いします。LINE 登録していただきます。30分無料コンサル、10万円稼げるマルヒマニュアル、プレゼントします。2分間散歩お願いします。あと、YouTube から質問申請は受け付けてません。LINE と登録をによろしくお願いします。本日は最後の見ていただきありがとうございます。番組登録お待ちします。よろしくお願いします。ありがとうございました。